こんにちは、美容師道場の直吉です。今回は、こちらのモデルさんを使ってちょっとイメチェンをしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ切ってきます。で、もう先にねカラーしちゃったんですけど、村井くんが素敵に赤なインナーカラーをやってくれたんで、これの工程はねカットの最後に見せていきますんで、最後までご覧になってください。で、最初にカットの話していきます。はい、で、今日は、外羽ボブっていう形で、やっていこうかなと思うんですけれども、モデルさんのね頭の形がねめちゃくちゃいいです。すごく丸みがあって、頭もちっちゃくてすごくいいかなって感じなんですけど、ここからここまでの長さも長いんですよね。襟足も、そんなに長くはなく、結構首がこう長く見えるような感じの状態になってます。で、人よりかもちょっと横から撮ってほしいんですけど、人よりかも丸みの位置が高いです。やっぱりこう外羽ボブを切るってなってきた時には、やっぱここの丸みがどっから変わってるのかっていうところをやっぱ見極めるのがすごく大事で、この丸みが変わってるところからグッて入っていくイメージですよね。で、これがあまり長いとちょっと間延びした感じになりますし、あまり短いとちょっと跳ねにくくもなってくるかなって思うんで、やっぱこうドライヤーだけでね跳ねさせたいとおっしゃってたんで、まあ、肩ちょっと当たるぐらいの長さに切っていきます。で、切ってきますね。切るときは沿わせてグッと入れて切ってきます。ちょうど肩当たるぐらいで切りますね。ね、そのまま、やっぱりねこのね指を返すっていうのは大事ですし、ボックスに引き出すっていうのもやっぱり大事ですね。結局ここの丸みも強いんで、このままこっちに持ってっちゃうとだいぶ前上がりに上がってっちゃうんで、やっぱりこう外羽ボブ切るときはできるだけボックスに引いた方がいいかなと思います。はい、でそんなにね三つ襟とかも出てる感じじゃないんで、そんなに出てこないかなと思うんですけど、一応内側チェックしておきましょう。はい、そしたら、上もね、まあ、ブロッキングの位置としてはちょうど丸みがまた変わるところ、こっちはへこむところで、こっちは上がってくるところの境目でブロッキング取りましょう。はい、で結構ねモデルさんが頭ちっちゃいって話したと思うんですけど、はい、後ろから見ていただいて、丸みがねやっぱ強いんですよね。こうやって見た時にここが三つ襟ですね。でこの延長線がここじゃないですか。で、ここがやっぱり独立してるんですよね。ここの幅からここの幅まで。で、ここは違う毛っていう感じなんで、まずここまでを外羽で切っちゃいます。まあ、要は三つ襟の延長線までボックスで切りましょうねって形ですね。そしたら次ここの部分、ここの部分はボックスに引いてももちろんいいですし、この丸みに入ったまんま切ってもいいかなと。で、丸みに入っていくんであれば別個で考えた方がいいですし、ボックスで残したいんだったら全部一気に引いて切ってもいいかなと思います。今回はねちょっとここに綺麗なこう丸みをちょっと作っていきたかったんで、ラウンド気味に切っていきます。まあボックスに引き出してから後から、ラウンドに持っていくっていうのでも全然ありですね。ラウンドに切っていくんだったら今みたいにここで分けて切っていった方がいいと思います。
はい。じゃあ上もサクッと切っていきますね。で、後ろから見ると分かるんですけど、ちょっとラウンドで切っていってるんで、ここからちょっとずつ上がってきてますよね。こういう感じで、まあこれが真四角で残ってても別にいいんですけど、まあ今回はちょっとこう地に入っていくようなデザインにしようかなと思ったんで、こういう形で切ってます。はいはい、そしたらサイドにつなげていくんですけど、まあ、毛量もねそんなに多くなくて、髪の毛も柔らかいんで、このままワンパネで切っていこうかなと思うんですけど、もうこっちがこうラウンドで切ってある感じなんで、ここの端っこに合わせてここを切っていくっていう形になります。で、頭の丸みもここが一番出っ張ってて、ここがグッて入ってくるところなんで、これこのまま切っていっちゃうと結構短くなったりとかするんで、ちょっとこっちはボックスに引き出して切っていきます。そのへこみ分外側に引き出すイメージですね。ここの角に合わせて切っていきます。切るときはグッと入れて、掴めるとこで掴んで、ここでボックスで切ります。で、タネボブ切ってるとこうやってちょっと浮かしやすかったりとかすると思うんで、指で挟んだ場合はちゃんと自然にシェイプして、ちょっとここら辺はトリミングしてあげるといいかもしれないですね。はい、反対側はこの後切って終わりになります。ベースカット終わりになりますね。はい、はい、そしたらここがやっぱ重いんですよね。そう、全部ワンレングスで切ってるんで、やっぱ頭の丸みがこう入ってきてて、毛がここにたまる場所なんで、ここってやっぱ重くなりやすいんですよ。で、毛量もねそこまでね多いわけじゃなくて、でどっちかというと切りっぱなしっぽくしたいってことなんですけど、このままワンレングス切っただけで終わりにしちゃうと、もうボテボテと溜まっちゃったりとかして、動きにくくなっちゃったりとかするんで、この角だけ取っていくようなイメージでレイヤーを入れていきます。で、ここちょっと見ておいてほしいんですけど、ここを重いなと思うところ、まあちょうどここの丸みの変わり目ですよね。丸みの変わり目のところを逆サイドにこうやって持っていくと、ここに角が出てくるんですよね。で、この角ってどこの角なのっていうと、この角ね、これはこう落ちてきた時のここのワンレングスの角なんですよ。だからこうやって落ちると、ここがすごく溜まってるように見えちゃうんですね。なんで同じようにここを引き出して、この角を一回切ります。で、一回ここで切ったらガイドができるんで、このガイドをオンベースで引き出して、オンベースで引き出して、よいしょ、ここのちょっと出てくるところを切ります。そうするとここにレイヤーが入るじゃないですか。そうするとこう落とした時にここが軽くなるという感じになります。で、こうやって角を取ったら、この顔周りのここのちょっと出てくる角も取っていくと、綺麗に顔周りがつながってきます。ここの角ですね、角をチョップでなじましてきます。そうするとここがすごく軽い印象になりますよという形になりますね。これを左も同様にやっていきます。左側も丸みのところを引き出して、
ちですね。ここですね。これでこの角を切ります。こっち側でここの丸みの部分のここの奥行き分のこういう丸みが出てくるんで、この丸みを鋭角に削ります。そうするとここが軽くなると。でちょっとラインをつなぐためにまっすぐですね、床に平行に引き出すとちょっとこうつながり悪いとこ出てくるんで、ここを軽くつないであげると、こうやって落とした時に綺麗にちょっと前上がりに上がってここが軽くなってますよっていうデザインできますね。はいはい、そしたらここをですね、こうやってここからまたレイヤー入れていくんですけど、こうやって引き出すとさっきの、顔周り削ったところと何にも入ってないワンレングス残ってるところがあるんで、ほとんど今回はレイヤー入れたくないんで、この角っちょだけ切ります。この角だけを切って、もう入れるのはこのモヒカンラインだけ、全部上に持ち上げて出てくるところは切る。まあ、ほとんど出てこないと思うんですけど、一応下の丸みからもらってきて出てきたらちょっと切りましょう。バックへのつなぎも同様、上にぐーっと引き上げて、まあ出てこなかったら切んなくていいですね。はいはい、そしたらここからバッグのここの最後の厚みだけをちょっと取ろうかなと思います。この厚みは今こう割って引き出したってことはここに角が出てくるはずなので、このスクエアレイヤーの位置でこの角を切ります。見えますか。これは要は落ちてくるとここの厚みに変わっちゃうんで、このちょっとだけ段差を入れたいなという感じになります。なんでぐーっと引き出してきて、これですね、このほんとちょっとを切ります。はい、このちょっと切るとやっぱここはちょっと軽くなるんですね。こういう感じでこれをずっと続けていきます。で今回は、イヤー2までオンベースでいきます。まあ、なんでかっていうとアウトラインがラウンドに入っているので全部ラウンドに入れていきます。はい、でサイドはもともとやっぱ軽いので、ここもオンベースで入っていっちゃうと軽くなりすぎちゃうんで、今のイヤー2のところまでダイレクションかけて切れるとこを切るって感じでいきます。はい、じゃあこっちも同様にやっていきますね。はいはい、そしたらここから上の方にチョップを入れていきます。で、ね、今日はねセニング一切使わず終わりにします。全部チョップで終わりですね。でチョップは、一番上を深めに入れてほしくて、下の方はほぼほぼ入れないです。このカットラインを残したいんで、この表面のチョップの量をできるだけちょっとこう落ちてきた時にここがグッて入る感じ、イメージ的にはこう丸く入ってきてグッてこう外羽になってほしいので、こういう感じでね、なってきたらこの分はチョップ入れたいなって感じです。もうほんとチョップで最後はコントロールするって感じになりますね。ちょっと深めにチョップ入れます。はい、そうするとここがちょっとへこんだの分かります？
やっぱこのチョップをどのぐらい深く入れるかとか浅く入れるかっていうところでも外跳ねとかはコントロールできたりとかするんで、まあ、こういうのもね一つ、紙質によって変化させられるポイントなんで、まあ、全体をセニング入れて作るのかチョップだけで作るのかだったらチョップだけで作った方がやっぱ髪の毛は綺麗かなとも思いますし、やっぱりこういうね柔らかい髪の毛の方っていうのは髪の毛も負担がかかりやすいので、できるだけカットは優しく、あまりセニングとかを使わない選択っていうのを取ってあげる方が髪の毛のためにはいいですし、全然理想のこういう外ハネも毛量が少なくてベースカットしっかりやってればちゃんとこうなるはずなんですよね。うんうん。まあ、あとはこれ全体的に表面を深めにチョップ入れて終わりになります。はい、はい、そしたら、顔周りはねそんな作りたくなくてもう前髪増やしちゃおうっていう話に、ね、提案させてもらったんで、ここも同じ前髪にしていこうかなと思います。で最初にレングス設定だけしちゃいます。上げて切ってウィアの幅見ながらちょっとずつ切ってきます。どうですか、長いですか、もうちょこれちょうど目ぐらい、もうちょっと、もうちょっと、はい、OK です。目、眉、間ぐらいまで行ってもいいんですか？あ、そうですね。うん。このぐらい。このくらいで。大丈夫ですか？はい。で、これでレングス設定が決まったら、これをちょっと斜めに欲しいって言ってたんで、こっからこういう感じでつなげてきます。斜めに切るときは、ちょうどここがね、丸みの変わりどころなんで、この丸み変わったところからこうシェイプしてくるイメージでシェイプして斜めに切ってきます。そしたらここにちょっとこう斜めのねつながりの毛ができてるかなっていう感じなんで、まあちょっとねワイドバングみたいな感じで作ってあります。これをぼかして、ちょっとここに質感作って終わりになるっていう感じになりますね。はいはい、じゃあ終わったんです。ベースカット、あ、カット終わったんですけど、もうこれ本当ね、セニングは一回も使ってなくて、全部チョップで作らせてもらいました。ここがグッて、丸みをうまく使って、グッて入ってきて、ちょっと気持ち質感が入っているっていう外ハネ部分になります。もうほとんど切りっぱなしっぽく見えるような感じになってるんですけど、頭の形にフィットしてたりとか、この毛量に対して必要なカットをしてるので、綺麗にこういうまとまって、ご自身でも簡単にできるような仕上がりになってます。はい。はい、お疲れ様でした。はい、
編集しました。かわいいですね。いい感じです。はい、まあちょっとね、長さね、肩ぐらいまで切らしていただいて、で、まあちょっと巻いたんですけど、まあドライヤー、さっきね、見せた通りね、ドライヤーだけでも綺麗に、まとまるようにカットしてあります。はい、でちょっと横向いていただいて、はい、でね、村井くんがね、ちょっとね、表面をね、ダークトーンに仕上げて、内側をこういうレッド、めっちゃおしゃれですね。超いい感じじゃないですか。めっちゃいい感じですね。いい感じですね。かわいいっす。かわいいですね。で、まあ、カット的にはね、表面ちょっとだけ段差入れて、ちょっと軽やかにして、こういう後ろ向いた時とかにちょっとカットラインがこうやって出るような感じのスタイルになってます。まあ、軽く巻いてあげるとね、やっぱちょっと可愛いかなと思って、はい、ちょっと前戻っていただいて、はい、っていう感じでね、まあ、ほんとちょっとの、カットではあるんですけど、やっぱちょっと切ってあげるだけでも全然やりやすさとか見え方とか変わりますし、やっぱりね、こういうね、内側にね、違う色入れてあげるとすごく今っぽい感じになるかなと思いますので、まあぜひともね、皆さん真似していただければなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。